そのイジュがフリースロー2本沈めています。まずは立ち上がりのまだ2ポジションですけども、ディフェンスはシュートを打たせていません。ここで最初のシュートになってそれを決めた石川海人。ビュフォードです。ビュフォードのジャンパー、エンドワンになりました。エンドワンになっています。このハンドリングからのジャンパー、栗原稲田のマッチアップです。ビュフォード、ビュフォードと林、このハンドリングからペイントエリア、キックアウトパスでウッドベリー、今日1本目。ガウタス、石川、ウッドベリー、ウッドベリー、ダブルチームのディフェンスですが、これもエンドワン。4つ目、北渡り、もう一度ホッキンス、ホッキンス、ホッキンスのシュート、渡辺ヒュー高い、一旦外です。ウッドベリーと渡辺ヒューがついていました。アイバナーカス、アイバナーカス、ペイントアタック、三井から石川です。石川、石川のドライブ、石川から手前振ってスカウトパスから栗原ルイース、スリーポイント決まりました。今日1本目です。イジュがスリーポイント打っていきましたが、これはリングに隠れています。ビュフォード、ビュフォードから合わせていってましたる。ウッドベリーです。ウッドベリー、アキチェンバー、もう一度ウッドベリーに戻す。ウッドベリーのシュート、あ、これも決めますか。取っています。ボール残した。またショットブロックが14秒にリセットされてからのセカンドチャンス。アイバナーカス、バウンスパス、最後タワタリー、リバースで決めていきました。林からホッキンス、そして田渡りです。ただ田から向こう側ってホッキンスですが、シュートは打たずインサイドに入っていく。決まりました。ビュフォード、ビュフォードとイジュ、イジュのディフェンス、手前振って三井スリーポイント、決まりました。三井和也、ビュフォード、ビュフォードポップへ行く。渡辺ヒュー、もう一度ビュフォードに戻す。ビュフォード、ここはアタックシュート。ビュフォード、ビュフォード、ビュフォードからキックアウトパス、向こう側コーナーからアクチェンバース、渡辺ヒューのリバウンド、最後ウッドベリーか、決めていった。そこから連勝を続けて、これで7連勝ということになります。試合終了、40分間終えて93対80。